とさー、今日は2020年の令和2年、10月29日木曜日になります。妙見チャンネル妙見でーす。そして、カノジゴロにビューンと投げ飛ばされて腰痛を悪化させてしまった妙見を見たアノニマスです。あーってね、すごい響いたぞ今というわけで今日は何の日だ。これは好きな人は好きよ。今でももちろんあるし買ってる人もいると思う、宝くじ発売の日。あーなるほどね。ね、1945年、もう終戦した時だね、の平成20年のこの日に日本で初めて、臨時資金調整法に基づいて戦災復興の資金調達のために政府が第1回目の宝くじが発売したっていう日。最初政府だったんだね戦後の激しいインフレを抑制するために余剰通貨の収入を狙ったもので1枚10円っていう値段で売り出されましたと。今何円？今は200円ぐらいじゃない？ああ、それぐらいいくんだ。今は確か200円ぐらいだよね確か。300円かかるよ。あ、かかる300円。でも当時終戦時の10円っていくらぐらいだろうな。そこだよね、俺らの感覚ですると結構高いんじゃないっていう気がするけど、わかんねえな。で、まあそれで売り出されて賞金は1等10万円です。でも10円っていうのがさ、お札だった頃でしょ。まだお札だろうね。そうだよね、だから結構な高額なんじゃない？意外とそんなにあったのかな、ね、まあわかんないけど、1等賞金が10万円。10万、今は1億とかあるけどね。相当なんじゃない？相当だろうね。2等が1万円。1万でもすごいと思うよ。すごいよね3等が1000円、4等が50円と。あー、4等は50円、5等が20円、2倍になるだけどっちにしろあれか、50円と20円は身近だよね逆に言えば。その、そうだね。副賞があって、4等まではキャラコっていうインド産の平織りの綿布、まあ布ね、がついたと。あ、また外れ券がもちろんあって、でもそれ4枚あるとタバコが10本もらえますっていう。ああ、なるほどね。ある意味ありがたいものであるよ ね、 ありがたいね。当たんなくても外れ券が4枚あればタバコもらえるって、物資不足のため、まあ当たり前だよね、終戦したばっかだから物資がないからこれらの商品がもてはやされると、まあそういう時代ですね、というわけで10月29日誕生日の有名人、いやー今日は高畑勲さんでございます。あー、ホタルの墓ね。はい、ホタルの墓、思い出ポロポロ。はいはい。あー、もうタッチはあまり好きじゃないんだよな。あの人はどっちかっていうと現実に寄せてる方。そうだよね。漫画っていうかアニメ調なのは間違いないんだけど、現実に寄せてる方の漫画じゃねえや、アニメだね、まあその代わりよく見せてたのが日常系がとにかく多い、まあ蛍の墓は終戦すぐの話だけど、さっき言った思い出ポロポロとかちょっと、よく考えれば日常系がとにかく多い。そうだね。まあちょっと非日常、平成たぬき、平成たぬき合戦のポンポコとかもあるけどさ、日常結構丁寧に描く人で、一番最後の集大成がやっぱりかぐや姫の物語だろうね。そうだね、かぐや姫は海外でもヒットしたからね。高畑勲さんがものすごく尊敬してるアメリカ人のアニメの至宝って呼ばれてる人、名前忘れちゃったけどいたんだけど、もうその人を目指して、まだかぐや姫の物語が公開された時にはもうその方亡くなっちゃったんだけど、まあ途中で一回店に行って褒めてもらえてるっていうのがあって、いやーやっぱすごいんだなっていう。というわけで今日10月29日誕生日の歴史上人物、幕末とかを主題にしたドラマだとかなり出てくる、いいなって、そういうドラマや映画だと大体出てくるよね、幕末の話だと。幕末の譜代大名で近江彦根藩の第15代の藩主で、江戸末期の幕府で大老を務めた人、
日米修好条約に、まあいわゆる不平等条約だな、に調印して日本の開国近代化を断行したことと、強権をもって国内の反対勢力を粛清した安政の大獄っていうのが重なって、まあそれらの反動で暗殺されてしまった人だね、桜田門外の辺でっていう人でございますと。というわけで今日10月29日誕生日のアニメ漫画キャラクター、何気にこのアニメ出すの初めてぐらいじゃないかな、美少女戦士セーラームーンの初めてじゃないか。初めてじゃねえよ。はいどうぞ。冥王刹那です、うん、覚えてるかな、褐色の女の人だよね、セーラームーン R が最初に出てきたやつだったかな、確か時の扉の番人をやってる人です。冥王星を守護星にしております。というわけで今日10月29日誕生日の方おめでとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた。